さあ、飯食ったな。はい。今日ですわね。今日ですわね。なんで女の子みたいなところで。今日ですわ。今日ですわね。あの、この間たまたま仕事の打ち合わせで坂本ちゃんに一緒におる時に電話したんだよな。あ、はい。あの、めっちゃごっつい。で、あの子と電話したら、まあ、電話かかってきて、何やってんのって言ったら、パチンコやってると。坂本ちゃんが。はい。言ってたよな。はい。土曜日だったっけ、あれね。あれ、無類のパチンコ好きらしいわ。あ、そうなんですか。とんでもない男らしいわ。へぇ。無類のパチンコ好きらしいわ。で、はい、まさかの今日1万円対決やるんですか、まあ、それがかかるまでかかるまでですよ。どっちが先にかかるか10万円勝負すごい。ということで、まあ、坂本ちゃんとこの腕首使えるわチャリーンってこれなんでってな、どこからインスピレーションもらったかって分かってる。はい。何、え、あれですよね、あの足場班の再生数が多かったパチンコ動画な、はい、足場班の動画が結構伸びたんですよ、はい、パチンコやってるあのリュウジのね、はい、でそれにあいつら懲りもせず3本ぐらい上げたパチンコ動画。そうですね、最初あのマッチョさん一、うん、人でやって多分それが伸びて、うん、次イケメン君も、うん、参戦して、うん、やってましたね。やっとったよな。はい。でちょっとじゃあまあさ、俺らもあれにあやかって、はい、坂本ちゃんに電話して、はい、やってみたいと思います。はい。端ぐらいに行って、はい、対決ね。そうですか。坂本ちゃんに電話する。はい。ちょっとあんまり見せないけど、これ LINE やってるもんね。仕事の打ち合わせの LINE とかもあるもんで、ね。はい。ちゃんと止まってよね。コメント欄たまに浮いてしながら、はい、危ねえとかバカなこと言ってる。もしもーす。坂本ちゃん、お疲れっす。今日パチンコいないの？違うよ。何やってんん？何やってん？今、家におるよ。家におるの？うん。迎えに行くわ。何どうしたの？パチンコ行こうよ。なんか、俺、夕方やるの？1時間だけ行こうよ。パチンコに？うん。いや、YouTube 回ってるから、今。あ、そうなの？1時間だけ、あの、1万円対決しん、YouTube。あー、いいよ。いい？オッケーオッケー、じゃあすぐ用意するわ。ああ、了解です。はい。ノリが中学生だろフットワーク軽すぎてオッケー、勇気があるわ。社長だぞ、あれあいつ社長だぞさあ、おっちゃんすごいですね。まあ、関車かなんかだもんな。結構大きいやつ2台か3台かみたいな。だ、ね、重機とかを運ぶ、なんでやな、なんとかやつとかな。関車じゃん、なんていうのかな、あれ仕事やぶしこなかったな、うん、なんだろうな。現金持ってるんですか？いえ、ゼロ。何も俺、金出てる。あ、じゃあ入ってる時出る、入ってるけど、はい、今なんかなかった全然、ね、で俺 なくても、いる時にまたコンビニで下ろせるじゃん今。あ、そうですね。そうそうそう、なんでまあ別にもう なくなって 何日も経っても、ね、ほとんどないじゃん。居酒屋もカード使えるし、そんなやつにかすられるだけだかすり取られるだけだ今日はね、ちょっと先にあの今コンビニでちょっとお金を下ろすんですけど、はい、ぜひね、まあ、今からパチンコ動画の、まあ、楽しんでもらうのはいいんですけど、はい、どんだけ盛り上がるかちょっと分かんないけど、対決が、はい、マッチングサイト、はい、一つのマッチングと、もうこれ本当いつも最後に言うんで、ね、たまにこうやって前から言うんで、分かる、あの見たことないとよく聞いてほしいんですけど、そうそう、あの塗装屋さんだったらもうぜひ登録してください。あの本当にどこのマッチングサイトよりも普通契約金で何十万取られるとか、でもうアオアポみたいなのもめちゃくちゃ多いやつだけど、企画サイトみたいなところは業者と直接喋らしたら勝手なことやられるから、で間に入るからもううっとうしいんだ。俺もやっとったけど、俺らの作るやつはもう本当にもう紹介だけでまあ何万とか取るかもしれんけど、はい、まあ紹介だけだったら、ね、決まったらね。だけどそのアプリ内で全部それ通してもう直接メッセージがやれるんちゅうの、はい、サイト内 で、はい、で直接やり取りできるから無駄なアポイントも取れないし、うん、金額的にも、まあ、一応目標が 3% から 5% ぐらいまで抑えたらなって。ぜひ塗装屋さんだったらもうほんと一人屋形でもできるように、はい、でもそれもお客さんが決めりゃいいもんね、はい、大きいところに頼みたい人、あ、そうですね、うん、ちっちゃいところに頼みたい人っていうのもそのお客様が検索して家の近くに頼みたいとか、はい、大きなところに頼みたいとかいう絞り込んで業者がダーッて一覧に並ぶような感じにするんで、
ぜひそちらの登録と、はい、あと毎回言いますけど求人ね、はい、求人はあの業者からもマッチングできるようになってますんで、スカウトにね、はい、うん、そうなると自分の希望額とかあれとかずっと載しといて1年後に来るとかもあると思うし、はい、うん、ね、こういう暇な時期だで本当求人で、もうこれはもう完全今無料で、アップデートの段階からもう新規登録は多分有料化させていくと思うんで、はい、ぜひ登録のほどよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、じゃあ坂本ちゃんもらいに行こうか、まあ、金もしくるわ先にな。おじゃあ、はい、お疲れ様です。さあ、おっしゃりましょうか。対決だね。対決だね。何、いつも買ってんの？負けてますよ。嘘。月取り上使うパチンコだけで。あ、でもそんなに使わんよ。多分負けたり勝ったりで、うん、プラマイ5万ぐらいじゃないかな。あ、そんなんでいける？うん、そんなもん、そんなもん。どういうふうにする？マックス1万円で、うん、まあなくなってもかかった回数で勝ち。ああ、そういうふうにしよっか。うん、まあいいね。よし、行ってみようか。簡単だもんね。さ、こっち入れて、もうあとはこれが、こう上引かればかかるってやつだよね。あ、もう上引かないか。これなんとかこれこれ。なんか燃えてきたわ。やったるで。じゃあ用意スタートって言って。用意スタートって言って。わー、スタート。えい。結構丸くなるな。詳しくルールを教えてあげよう。まあ、こうやつ、こうやつをフォローっていうか、このね、バーを狙っていかなかった。黒いやつをこっちに狙うとチェリーが取れるので、これは勝手に揃います。こうやったら払い出しがあるので、ここをこれを狙って、ここら辺を狙うとチェリーが取れるので、でチェリーを取るように取れる。2000円で。ほら、これがチェリー。で、この前がボーナス銘柄、黒いやつが7がここに来るともうボーナス確定だ。それをずっと狙ってた。スロットっていうのはこのレバーを押したときに全部が決まってる。あ、当たった当たった。しよう、どっちもよ。どっちでもいい。これはレギュラーです。ダメだ。狙ってからか。
たまちゃん。たまちゃん持っとんね。持っとんね。はい。あいつ遅いな。あらら。そうなのか、そうなのか。いや。あ、ダメ。それはビッグ確定ですよ。そう。社長、ビッグ確定です。あ、確定？おい、ビッグ、こっち？こう、1枚掛けでいいよ。あ、そういうこと？これで、ね、1枚掛けでいい。先生、お願いします。お余裕？もう光った場合は、これぐらい見た場合はビッグ確定なの。もうここに7が止まった時点で、ここに7が止まった時点でビッグ確定。あ、そうなの。はい。パスしてくよ。あ、いいね。そういうことね。あ、そういうことね。どっちの前で揃いましょうか。どっちもいける。どっちもいける。赤の方がいいね、やっぱかっこいいね。赤でいきますか。先になくなったら負けだでな。勝手にビール変えとるじゃね。先になくなったら負けだ。まあこっから巻き返すね。巻き返す。いつも何？大体スロットばっか。そうそう、スロットばっか。まあ、ほとんどスロットばっかやる。スロットばっか。スロットしかやらんね。あ、そうなの。で、いくら大体1日いくら使うとか決めてんの？大体2万か3万ぐらい。まあ1回使って、まあ、勝つときは勝つ。そうそう。何時間ぐらい？ひどいと朝から晩までやっとるよ。そう。ね、どうやってました。先生、ちょっとじゃあ止めてください。じゃあ白でいきます。おー、先生こっちからかな、もう今。どうも、たまちゃん。お疲れ様です。お疲れ様です。勝てんわ。あ、俺は勝ちか。坂本ちゃんゼロだもんな、もう。俺は負けですね。最後の最後に一発かかった素材は取っとるもんね、俺が。あ、よかったよかった。うん、で、まあ、あれですよ。動画としては、はい、俺らの勝ちだな。マッチョ軍団対、練り替え道場対決は、そうですね。練り替え道場勝ちだな。3対1で。3対1。俺は3対1で。3回光ったので。あ、そうそうね。3回光ったか。3回俺2回か、かっちゃん2回の、あ、そうそう、緑一発だ。一発で8000円残しちゃったけど、まさかの最後の返却をもう間違えて1000円出しちゃったもん ね。だ、残金7000円対0円だね。そうっす、最後で最後の最後でね、一発かかったよね。あれ素材ある多分出てると思うんだけど、いやいや、もう一回最後の意地でかかったやつを出してもらわないとね、うん、そうそう、あれでめちゃめちゃ繋がらなかったよね。あれがこのちょっと熱い戦いが待っとるで、ね、来週、あれ今週、来週の日曜日、はい、これはもう本当なんかすごいメンバー呼んでんじゃなかった。
すごいメンバー、今回すごいメンバー呼んでたので。とんでもないぞ。とんでもない子。どんなやつなのこれ。ベストボディ優勝者を。ベストボディ優勝者だぞ。やばくね。全国ね、愛知県の大会だね。それでもすげえぞ。ベストボディジャパンだぞ。体が綺麗ってことですか。いや男だろ。もうめちゃくちゃ、めちゃくちゃ体はごつい。よし、じゃあ今日の対決は、じゃあ二階道場の勝ちということで。はい、あの次回リベンジさせてください。うん、また本当にこのね、まあ何、まあちょっと言ってもいいかな、大食い対決だな。はい。まあまあいかつい、なんかあの、でそれ全部食べたら無料みたいなやつ。おお、面白そうだね。ちゃんこ鍋みたいな。ちゃんこ鍋。へえ。一人個ずつあるでね。一人一個ずつじゃない、なんか三個ずつでしょ。一個ずつ。で5対5ぐらいでしょ。4対4ぐらい。4対4ぐらい。今のところ4対4対決っていう感じで。感じだね。はい、また楽しみにしておいてください。はい、はい、ありがとうございました。あ、坂本の方で。あ、いける。せーの、また見てねまた見てねうわ、坂本ちゃんいいとこ撮ってくな、なんか好感度上げてくるな。なんだお前、俺騒ぎじゃねえみたいな。はい。